今回はね、細かい塗り分けをやっていこうかなと思います。前回ね、塗装した後ね、待ちきれずにね、多少塗っちゃった部分はあるんですけどね、ナンバープレートだったり、この上のシルバーだったり、ドアハンドルだったりとかね、塗っちゃったとこはあるんですが、まあ塗っていこうと思いますよ。あとね、これうまくいくかわかんなかったんでね、塗っちゃったのがこれ、ハンドル。そして動画に撮らないと、まあまあうまくいくっていうね。まあ、こういう風にね、回転させながら、まあ実際には片手でね、こうやって回転させながら、筆でね、ピーッと塗っていった感じかな。で、色はね、レッドブラウンと、ハルレッドかな。最初に薄い方のレッドブラウンを塗って上からね、まあドライブラシまではないんだけど、うん、ベタ塗りにならないようにね、まあベタ塗りっぽいけどね、まあ若干見た感じね、うん、なんだろうな、単色塗りじゃないかなっていう程度の感じ。で、今回はね、何から塗っていこうかな。これだ。ほとんどシルバーかな、今回塗るのは、と思います。で、今回塗るのはエナメルね。エナメルと、エナメル溶剤ね。よく振ってね。で、今回はね、どうしようかな。ウォッシングじゃないんで、割とベタっと塗っちゃった方がいいかなと思うんだけど、怖いよね、こういうのやるのね。これぐらいでいいかな。グリルをね、ちょっとはっきりさせたいんで塗っていきたいんだけど、ピンとちょっと怖いけど、どうだろうか。よいしょっと、よいしょっと、この下の角のところも入れとくか。ひー、こんなにしちゃっていいのかな。 OK と。で、少し乾かすと。で、平筆はもういいかな。どれにしようかな。ラビアの1番。ほんのちょっとね、シルバーがはみ出してるところとかをね、見えねえなぁ、見えねえなぁ、ここぐらいか。まあこんなもんでいいかな。じゃあ、そしたらね、少し時間置いたんで、これ拭き取っていこうかな。まずはざっくりとね、エナメル溶剤をつけて拭き取っていくよと。で、クリア拭いてるんでね、水性なんだけど。なので、シルバーだけど、気にせずね、まああんまりゴシゴシね、やるのは良くないと思うけど、そんなにね、気を使わなくて拭いていけるよと。で、細かいところは化粧用のね、綿棒で拭いていくよと。どうかな、もう一回ぐらいやった方がいいのかな。
ちょっとね色ムラが気になるんで、もう一回ね塗っていこうかなと。全部塗っちゃうか、こんな感じでねベタッと真っ黒になっちゃう。まあ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 いいんじゃない、もう一回時間待つよと。そしたら次はねシルバーね。じゃあまたねラビアのね1番これでねシルバー塗っていこうかなと。筆はね正直何でもいいと思うよ、うん、好みもあるしね。自分的には下手にね獣毛使うよりはナイロンの方が使いやすいかな。ナイロンに近い獣毛って何なんだろうね。もうちょっと腰が欲しいなっていう筆が多くてさ、重毛だとねこう触りながらシューッと回らない。とりあえずここまでは OK と。もうちょい内側まで。これでだいぶ近いデザインになったんじゃないでしょうか。ね。OK。疲れるわ。ほんと疲れるわ。そしたらプラの上にね、直エナメルはあんま良くないんだけど、直でエナメル塗っていこうかな。縁をさシルバーに塗ってくれっていう話なんだけど、いけるかい。もちろん一回じゃね塗れないんで、何回かにわたって塗ることにはなると思うんだけど、あまり細かく塗ってるとね、いつまでも終わらないんで、なるべくスーッと一回で見えてる、なるべくと一回でいきたいよね。モールドになってるんで、筆の腹でね、先端じゃなくて筆の腹でスーッといけばある程度はいけるんじゃないかなと。これで半周 OK かな。
入れて OK。 これ以上は持てないんで手でね2回に分けて塗りましょうと。なかなか見せれなくてごめんね。きついな。見えてる？ギリか。で、打ちます。手の腹でね。ひサイドなんかは面相よりも平筆の方がいいかもしれないけど、そんなに筆をたくさん出すのも嫌なんで、でとりあえず一回洗うと。筆に含まれてる塗料がねだんだんこう硬くなってきたりするんで、時々ね洗って、そして次、どのパーツが縁がシルバーなんだ。の前にあれ拭かなきゃいけないじゃん。いい加減グリル拭かないといけなかったわ。こんなもんでどうでしょうか。ピントどこ？ピント。この感じ。うん。まあいいんじゃない。バンパーは汚れてんな。バンパー拭かなきゃ。バンパー拭かなきゃ。で、OK じゃない。ね。OK と。で、シルバーの続きだね。リアライトの周りだけだったので、ちょっとあれだ、これ切らなきゃダメだ。そしてちょっと待って、まん丸じゃないんでどういうデザインかちょっと見てきますね。あれミスったなぁ。外側がさ、クリアオレンジって書いてあるから、内側ね、赤で塗っちゃったんだけど、外側が赤で、内側のライトは白というか、クリアで良かったみたい。だから裏のシルバーだけで良かったみたい。多分、ウインカーとストップランプがまだ一体型の頃かなっていう感じなんだけど、まあ塗っちゃったんで、車内ということで、よいしょっと。そしたらこんな感じでね、クリップにねつけたんで塗っていこうかなと。こんな感じと塗るの難しい。なかなか塗るところ見せられないけど、めちゃむずいよ。マジで塗るのむずいんだけど、ちょっと薄くなりすぎたかな。
ちょっと薄くなりすぎちゃった。オッケー。うん、見えるかな。感じかな。ガチむずいんすけど。どうでしょうか。まあこんなもんかな。でこれね、ここにね一本ラインを入れないといけないので、ラインをね入れていこうかなと。いけるんかいな、こんなもん。エナメルじゃなかったら絶対無理。拭き取れると思ってるからいけるようなもんで。ちょっとスキップかな、これは。あー、まだキャップ閉めてなかった。できたよ。できました。ふー、塗り終わった。どうかな。今ね、マスキングで貼り付けてる状態なんで、このうちにね、ぐるっと外周も塗りました。で、なんかね、内周も塗らないといけなかったみたいで、内周もぐるっと塗って、でこのヘッドライトとね、下のこれは何になるんだろう、ウインカー別にあるからね、スモールなのかなと、間のねシルバーの部分も塗りましたと。筆塗りね。で綿棒でねちょいちょいと取ってあげてって感じかな。で横から見た時がね、要はボディの装飾というか一部なんで、横から見た時にね変な塗り残し、塗りムラ、そういうのがねなるべく出ないようにね、塗りましたと。で、グリルね、さっき塗ったグリルがこんな感じと。まあまあいい感じでしょ。で OK と。ボディのねクリアコートとか、一部つや消しを拭いたりとかそういうところはあると思うんですが、ボディねちょっとテープのね跡がついちゃったりしてるんで、こういうのをねクリアでオーバーコートしてあげる必要はあると思うんですけれど、まだあったわ。まあでもこれは裏でやっときます。ここのヒンジね、ヒンジと燃料コックね、ここの部分をシルバーに塗るよいう感じかな。あとはオーバーコートして組み立てに入れるかなと思います。だから次回組み立てに行けるかなという気はしますが、ということでね今回はこの辺りで終わりにしようかなと思います。まあ地味なところだったんですけれどね、細かい塗り分けっていうのをしていきました。
不良品のホイールもね、無事こういう感じになったので、まあそんなに目立たないんじゃないかなと思いますよ。ということでね、この動画面白かった、また見たいっていう方はね、グッドボタンとかチャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いします。コメントの方もね、いただけると嬉しいので、気軽に書いていってください。